皆さんこんにちは。今日は僕の18年の外交屋の経験から今まで一番安く作れる板塀の作り方を教えていきたいと思います。もしよかったら参考にしてください。インパクトドライバー、シナデコールとハケ、脚立、ノコギリ、シャキン、差し金、スケール、水糸、3センチぐらいのビス、これは長すぎ、大ハンマー。パーツの説明からいきます。一番メインの板塀の板ですね。この板はホームセンターに売ってる抜き板っていう板を使ってます。これが多分一番安い板になります。次に細かいところでいくとビスですね。これ木工造作用細軸ビスとかいうやつですね。コースレット、これは、30ミリから40ミリぐらいの長さのビスが適してると思います。太さは 3.8 ミリだっけかな、3ミリ4ミリぐらいのビスですね。それを1枚に対して2個ずつ打っていきます。次にカサギ、上の横に向いてるんです。これ横向きの板、横向きの板、カサギです。これがあることによって見た目が締まるのと、雨が降った時にこれが傘になって屋根になって下の板の腐りを防ぎます。柱になりますが、これもホームセンターで買えます。高さ 1.6 ぐらいで作りましたが、地中に50センチほど刺さってます。そのぐらい入れないと風で倒れることもあるのでご注意ください。岸田デコールをすべて板や丸太すべてに組み立てる前に塗装しておきます。なぜかというと、こういう隙間、丸太と板がくっつく部分、濡れないですね。こういう部分濡れないんで先に塗っとくと長持ちします。もちろん地中も土の中に入るので腐りやすいところです。しっかり塗ってください。岸田デコールは水性と油性がありますが、水性の方が扱いやすいかと思います。高級な塗料ですが、結構長持ちするのでおすすめです。塗装等の下準備が終わったら次は施工の、準備に入ります。作りたい場所、長さ、高さを考えておきます。作りたい範囲の一番端と一番端に杭を打ちます。杭を打った時に一番端と端の杭の高さが違うと全部狂ってってしまうので高さをしっかり合わせます。高さを合わせる時に水糸を張る、水糸に水平器をそっとくっつけて水平を見る。あとはですね、この板とお隣さんのお家とかがもし平行で、上から見た時に平行であった場合、水糸と
奥の建物の屋根をかがんだり背伸びしたりしながら、隣の建物の屋根と水糸がまっすぐかを見れば、おおよその水平は確認できます。次は杭の角めがけてビスを打ち込みます。こうでもいいですね、難しかったら。このようにビスを打ちます。両方とも同じにビスを打ってください。そして下の方、適当で大丈夫です。下の方にも1本ずつ、両サイド1本ずつビスを打ってください。それにそのビスに水糸をピンと切れる直前ぐらいまで引っ張ってピンと糸を張ってください。上下2箇所水糸をピシッと張ることによってまっすぐのラインが出ます。これがまっすぐ杭を打つ基準となります。上の糸は高さの基準と通りまっすぐの基準を見る糸です。下の糸は下をまっすぐ一直線に打つための糸です。この2本があることによって杭を誰でもまっすぐ打つことができます。杭を打つ間隔は抜き板に合わせます。抜き板はその各ホームセンターによったりして長さが違うので現物合わせしてください。抜き板1本はおおよそ、これは 3.65 メートルあります。地面に抜き板を置いて、一番端はちょっと出した方がかっこいいので、一番端をちょっと出して抜き板を地面に置くと、抜き板の継ぎ目の柱の間隔が分かります。板が地面にこう置かれて、この抜き板のセンターど真ん中にこの杭を打ってください。なぜど真ん中かというと、丸太が丸いので板がずれるとビスがうまく止まりません。へっこんだりとかビスが浮いたりとかしちゃいます。なので継ぎ目はど真ん中に持ってきたい。ここだけは丁寧にやってほしいです。次もここのセンターから 3.65 メートル、ここにまた抜き板を置いて長さをきっちり合わせてセンターで打ちます。これの繰り返しです。 3.65 メートルだけだと強度が足りないので、間におおよそ 1.825 ぐらいのところに間の杭を打ちます。これは 1.825、 3.65 の半分ぴったりじゃなくても大丈夫です。ここは神経質にならなくて大丈夫です。多少ずれてもあまり目立たないし OK です。そのように杭を打っていくんですが、どちらかで中途半端な場所が出ます。その時は人目につきにくい側で長さを調整します。この塀で行くと一番左のこっちで調整しています。杭が打ち終わりましたら、次はいよいよ板塀を張っていきます。まずは一番上の1枚、ここから張っていきます。
一番上の板は杭の頭から1センチほど開けます。両側の柱にビスを打って水糸を張ってビスを2箇所ずつ打ち込んでいきます。ビスを打ち込むときは上から見ると丸い丸太に板を打ち付けるのでビスは少し斜めから打ち込みます。まっすぐ打つとビスがちょっと届かなかったりとか入りが甘くなるので斜めに打ちます。上から張ってった時に下の隙間はアバウトでいいなっていう時は上から張る方が簡単です。下の隙間をきっちりしたい時は、まあ、丸太の高さも間隔も全て逆算で下から計算してこないと作れません。今この説明は DIY 向けなのであくまで下の隙間はまあこのぐらい空いちゃったけどまあいいやっていう作り方になります。一番上をまず一段張ったら次はこの抜き板の切れっ端を板の両側に挟んで上に押し付けといてビスを打ちます。スペーサーですね、抜き板でスペーサーにします。で、できれば抜き板も微妙に厚みが違うので1枚貼ったら右と左を入れ替える、1枚貼ったら右と左を入れ替える、いずれにしてもしっかり押し付けて貼らないと下に行くとだんだんずれていってしまいます。このスペーサーを使う方法で施工すればいちいち水糸を貼らなくても簡単に施工できます。そして最後にカサギです。カサギはこの板を守るように少しこちらに出っ張らしてください。これで下の板が守れます。カサギの上はだいぶ傷んでますね。これは直接雨に当たってこんだけ傷んでるんですが、こんだけ傷むってことはこれをそれだけ守ってるということです。カサギは傷みやすいので傷んだら上から塗るなり交換するなりしてください。厳密に言うとこの板には清表とか木裏とかなんかあって乾燥してった時に反り方が高に反る板と高に反る裏と表で反り方が変わります。こだわって貼る時はそれを合わせていきます。表が膨らむように合わせていく。カサギもこっち側に反ると水たまりになるので傷みやすいです。上側がこうかまぼこのように反った方が水が落ちやすいので傷みにくいです。でも DIY で安い材料でやるのでそこまで考える必要はないと思います。以上が最安値でできる板塀の作り方でした。ちなみに簡易的な板塀なのでどうしても腐りやすくて壊れやすいです。でも DIY だからこそ壊れやすくても自分で直せるのもこの板塀のいいところです。材料も全てホームセンターで揃うのもいいところですね。簡易的な板塀でいい方はぜひこの動画を参考にして作ってみてください。質問等ありましたらコメント欄からよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。